シリアル禅についてお話しします。禅は一番最初に作った商品なんですけれども、あの和の味を主に出したくて作りました。でこれにはですね、きな粉をまぶしてるんですけれども、きな粉飴って皆さん懐かしいと思うんですが、きな粉飴を入れてます。なので、あの固まってるので、その食感で皆さんこれは何っていうふうに思われるんですけれども、あとあのクコの実、今現代ではスーパーフードと言われてるんですが、すごく栄養価が高いクコの実を入れてます。で、赤い色もついてるので、そのシリアル自体にちょっと色味をつけてます。で、レーズンとあられの食感ですねが入ってます。で、大きさも食べやすい大きさに全部なってるので、普通に牛乳で召し上がっていただいてももちろんいいですし、あのコーンスープなどに入れてお召し上がりいただいております。CR のビアについてお話します。このビアはビアの種の粉が入ってます。ビアの種は私の友人が、がん患者の方がよくビアの種の粉を召し上がられてて、でも苦くて食べにくいということで、このビアの種の粉を食べやすくしてくれという依頼から作ることになりました。でビアの種を実際私も食べてみて、苦いので何度も何度も試行錯誤して、で実際このビアの商品が出来上がった頃には苦味をあまり感じずに、しかもビアの種の粉を大量に使うっていうのを作ることができました。でまたそのビアの粉っていうのがすごく入ると粉っぽさも出ますので、食べやすくしようということで、他のシリアル、他のドライフルーツですねも入れてます。でドライフルーツを入れた時に、あの普通の一般のシリアルとあまり味が変わらないような状態になってきたので、その差別化をするためにココナッツを入れることで商品化することができました。で食べ方はちょっとフルーティーなので、普通に牛乳とかでももちろんいいんですけれども、柚子茶に今回入れたりして食べていただいております。シリアルのハイビスカスについてお話しします。このハイビスカスは私が今まで作ってきたシリアルの中でハーブを入れたいと思って作った商品です。でその中でもちょっと色を出すものを作りたいなと思って、ハーブティーを飲むような感じでハーブが入ったシリアルを食べていただきたいと思ったんですね。でこの中にハイビスカスを入れてますので、お湯を入れた時に薄くピンク色になるっていうので、ちょっと色を楽しみながら食べていただけるシリアルになります。でこの中のクランベリーとかですね、トマトを入れてますので、女性に美肌っていうテーマで作ってます。で、ココの実も入ってますし、サトウキビも入ってますので、ミネラルたっぷりの商品となっております。食べ方はこれも柚子茶でもいいんですけれども、本当にお湯だけでも薄いピンク色になりますので、それで食べていただいてもいいと思います。マサラチャイについてお話しします。これは私がスパイスが得意ということもあるので、スパイスをふんだんに使った商品を作りたいと思ったのがきっかけです。で外国に行くとやっぱりチャイを飲んだりして、あの美味しさをまた再現したいなと思って、この中に紅茶も入れてます。ですので先のほどのハイビスカスと同じように、お湯を入れるだけでも紅茶のチャイを飲みながらシリアルが食べれるっていうのを作ってます。でこの中の、スパイスがシナモンとクローブとカルダモンというスパイスを入れてるんですが、私が秘密に
ブレンドしたスパイスを入れてますので、あの他のスパイスのブレンドとはまたちょっと違う味になってます。でそのこの中に、アーモンドなども入ってますので、食べることによって食感も楽しめるようになってます。牛乳で召し上がっていただくのももちろんなんですけれども、あの最近はくず湯に入れて召し上がっていただくことによって体を温めるというのがありますので、この冬にはおすすめです。